もしアメリカが原爆を使用しなかったら、どうなったか？推測だが当時、すでに反戦論、それは米国でも強く発生はしてて、実は問題になっていた。アメリカは焦っていた。なんとかして戦争を終わらさねば、内部分裂しかねない状況の中、核兵器の使用へと、だから、もし、使わなかったら、アメリカはやがて、反戦論の台頭により、戦意の低下、それを招き、あるいは戦費の重い負債の後に、実は破綻してしまったかもしれない？米国トイザラスの、ように。もし、だ、その意味では原爆の投下は、意外と何かの最善、だったかもしれない。ガンダム、が、一つの紛争解決機構だ、としたら。おもちゃの世界は、意外と何かの、世界大戦をしていた？そうかもしれない。米国最大のおもちゃ屋が破綻した。負けた。それは、アメリカが負けた。そこにつながるか。